今週の福山大学、どうもクラゲさんです。もう先週のには突っ込みません。はいね、先週は試験で非常に忙しかったので、まあ、ね、クラゲさんも大変でした。あ、ちなみにこれはあるテレビの再現ね、あの消えた回に、関連しています。もう深くは言うまい。はい、ということでね、実はこの日ね、クラゲさん実家に帰んなきゃいけないんでね、この高速バスに寄らなきゃいけないんですよ。ということで非常に大変な、しかもこの日2限に試験があるという、まあそうなったらやることは一つ、今度は本物のエクストリーム大金だ。はい、ということで、この日の様子をご覧いただきましょう。まずこの日やることはね、試験の問題を取りに行くという、もう試験の問題を自分で印刷する時代が過ぎまして、教務課に印刷しない、してもらわなければならない、ということで教務課を目指します。教務課は1号館にあります。毎回毎回微妙に遠いんだよ、本当に腹立つな、マジでな。てな感じで教務課に行って、試験問題を取ってきまーした。はいね、真下工法というやつ、その1。はい、試験問題を取ってきたら、ね、16号館に戻って、試験に行きます。はい、クラゲさん試験問題を持って、試験に行ってきまーした。はい、真下工法その2ということで、試験に行ってきてね、皆さんの回答、答案用紙を集めてきたんですが、その日、クラゲさんは採点をしなければなりません。しかし採点が絶対にバスの時間までに終わらないんです。そこでやっていることがこれね、スキャンでございますね。はい、スキャンして、電子データで採点をしようという、もちろんちゃんとパスワードとかかけて、ね、しっかりとセキュリティちゃんとしてますからね。はい、そんな感じで、試験の人数分、確か41、42人分ぐらいだったかな。はい、そのスキャンを終わりにしました。そして、ね、教務課に提出する書類が、出席を提出する書類も書かなきゃいけないので、その書類も書いて、もう一度教務課に行きます。ねえ、なんかいちいち歩いてる時間が無駄だと思うんですけど、まあいいや。はい、提出してきて、そして昼飯も食わなきゃいけません。なので、これはね、1号館の2階にある、ね、食堂でございますが、あそこで、この日は何食ったんだっけ。あ、そうだね、このハンバーグと鳥天のね、定食うまいんだよね。ちょっと値上げされちゃったのが残念だけどな。あ、その定食も食って、そして、さらにジムに書類も提出するという、クラゲさん、この日にね、本当にいろんな仕事が溜まっております。毎日いろいろあるんだけどね。さらに、納品された納品書に印を押して、それも提出しなきゃいけないという。はい、その仕事も終わって、テンポよく荷物をまとめて、クラゲさん、出撃でございますね。これより、来週までは帰ってこないね。まあ非常に忙しいね、週末になるという話です。なんで忙しかったのかはコミュニティでも見てください。で、慌ただしく福山台を出て、これ、時刻2時ぐらいですね。そして駐車場に車を止めたら、いざ高速バスの乗り場に参ります。この福山大学の近くに高速バスの乗り場があるんですが、これがね、もう本当に高速道路の真上にあるようなバス停でございますから、まあちょっとね、怖いんですけれども、そこにね、福山本郷というバス停があり、こっからバスに乗るのが福山大の先生の定番らしいです。はいね、やってきたのは広島空港行きのバスでございます。なかなかいい風景がね、車窓から見られるんですよ。ちょっとその様子でもご覧いただきましょうか。はい、これ福山大ですね。一瞬だけ見えるんですね。はい、もう乗っただけでね、非常に疲れてる顔がありありとわかります。旅の最初が疲れてるってどうしようもないね。でも時々ね、こうやってね、非常にね、なんかなんだろう、こうミニチュアハウスみたいな田園風景というか、いい風景が見られるんですね。まあ若干寝てたんですけど、はい、そしたら福山大臣広島空港にやってきました。今日は言い間違いが多いね。で、広島空港にやってきて、行くのはね、ビジネスラウンジ、カードラウンジでございますね。なんか私はクレジットカードでこのラウンジが利用できるので、一番目当てなのはフリードリンクなんですけれども、はい、そしてフリードリンクを飲みながら必死で採点をしておりますね。こういうところも教員の鏡でございます。はい、まあそんなことしてたらね、バチが当たったのか、飛行機が1時間も遅れるという大変なことになりました。格安航空ですから仕方ないですね。今回のとのはスプリングジャパン、まあ春秋航空でございます。はい、春秋航空に乗って、いざもうね、暗くなっちゃいました。1時間も遅れたからね、出撃というか、離陸いたします。はいね、こんな時でも手を振ってくださる、もうありがたいですね。地上スタッフの方というか、まあ、航空産業の方もコロナで大変だったのがありがたい話でございますよ。はい、そしてそしたらね、広島空港を離陸、離陸3分と着陸8分はクリティカル11ミニッツと呼ばれて、ここで事故の約 80% ぐらいが起きるというね。だからクラゲさんもね、結構離陸と着陸毎回不安なんですけれども、まあそんな風にして、まあ優雅に空の旅を楽しみます。何も見えないけどね。でも月が綺麗だったな、月が綺麗ですねっていうのはね、まあね、告白の文句になるんですかね。はい、まあそんな感じで、もうこれはね、成田空港の近くでございます。もちろん格安航空だから着陸するのは成田ね。なんとか事故なく着陸できました。当たり前ですね、事故なく着陸できまして、成田空港の駐機場にたどり着きました。
これね、列車ある時間にたどり着けてよかったんですよ。列車ない時間だったらこの格安航空保証してくれませんからね。まあいいや。はい、で第3ターミナルにある、まだ夕飯食ってなかったんでね、第3ターミナルにある松屋で手早く麻婆豆腐牛丼というのを賞味しました。なんか豆腐でかくね。まあいいですね。はい、そしてこの第3ターミナルが空港第2ビル駅から800メートルぐらい離れてるという罠があるんですけれども、無料の循環バスが出てるのでそれに乗ります。はい、ね、ここがまあなんかね、これで列車に間に合わなかったらどうしようと。はい、そして、ポケモンの看板があったんで撮影しました。あ、可愛いですね。やっぱりポケモンはね、日本の文化ですよ。限界オタクか、本当にな。でも最新作のポケモンとか載ってるからさ、すごいいい看板だったんだよね。はい、まあ、そんな限界オタクはどうでもいいとして、はい、鉄道に乗って、はい、ようやく帰途に着いたのでございます。へいってなわけでね、実家にたどり着きました。これがだいたい23時半、約7時間ぐらいにわたるエクストリーム退勤でございました。はい、こんな風なね、帰宅をしていたんですね。はい、福山大学から千葉県の実家まで、ね、稀に見るエクストリームな退勤をしたドクターグラゲさんでございました。ご視聴ありがとうございました。